ございます。今日はすごく今日はすんごい怖い夢を見て、めっちゃ怖い夢を見たんですよ。それがなんかショールームも関わってたんですよ。おでこ出すのハマってない。ちょっとおでこでが前髪がすごかったっけ。ちょっとじゃんけん、カッペンありがとうございます。めっちゃ怖かった。なんかお化け系。シャンくんアイスありがとう。マサトさんハート。シャンくんタコ。ドリアンチューネさんバラ。アキラさんクマありがとうございます。めっちゃ怖かった。おはよう。もうちょっと怖すぎて、ヒデニアンさん花束ありがとうございます。どんな夢か言った方がいいんですか？言ってもいいの？でも思い出したくないほど怖い。ちょっと現実とは違ったけど、めっちゃリアルでした。怖かった。話そうかな。なんかおはよう。なんか怖い話誰かに話しないとまさ夢になるんですか？ちょっと今充電がなくて、8%しかないんです。なんかこうやってショールームしてたんですよ。ここででその後になんか場所移動しようって言って、イスキマシンさん花束ありがとうございます。なんかこっち側が壁なんですけど、この壁にこうやって持って配信続けてたんですけど、そのこっちの壁行ったらこっち向き、こっち側にピエロ引いて出る机があって、
机が開いてて、こうやって配信しながらちょっと物が取りたくなって、このビューローに物を置い、物じゃない、このピエロじゃない、ビューロー、ビューロー、ピエロじゃない、ピエロじゃなくてビューロー、ピエロ、ビューローの上にこの画面を置いたんですよ。そしたらなんかその画面がなんかこっち向きになっちゃって、知らぬ間に。ちょっとこれお部屋が分からんと分からん、お部屋が分からんと難しい。まあいっか、こっち側になんだっけ、クローゼットがあるんですけど、実際は。で、夢の中ではここが押し入れ、押し入れになってたんですよ。はよ。で、その、こっち、間違い、なんか、なぜかこっちに向いちゃって、この画面の、なんだっけ、画面が、カメラがこっち向きになっちゃって、知らぬ間に。で、なんか、わーってなってて、その自分が撮りたいものを撮ってから、こう画面をこうやって自分の方に向けるときに、わあ、あっち向いちゃってたみたいなことを言って配信を続けようとしたんですけど、なんかコメントでなんか汚い綺麗みたいなのまたあったんですよ。ガッとなってるとか、綺麗でしょみたいなことを言われて、で、いや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 、ガッとなってないよ、綺麗だよって言って、もう一回あっちを自分が映したんですよ、その襖を。そしたらなんか3秒くらい映して、3秒くらい経ってよく見たら、なんかあれ、人の足跡ついてないみたいになって、襖に人の足跡がザーってついてたんですよ。なんか「え、なんで？」みたいになって、なんでこの襖に人の足跡ついとるんじゃろうってなって、で「やばい、怖い」って言って、このまま固まってたら、こっちから幼稚園児の女の子が「スー」って通り過ぎて。もう画面こっちに向けてるから映ってるんですよ。スーって通り過ぎて、でもう部屋に一人でめっちゃ怖くて、でもうこのまま固まってるから画面にも映っちゃって、スーって通った後にすぐ次は小学生になったその子が親に手を引かれて。親は手しか映ってないんですけど、女の子が「スー」ってまた通って、その後中学生になった女の子が「スー」って同じように通って、最後でね、また高校生になった女の子が「スー」って通って、で大人になった女の方が「スー」って通ったんですよ、5回連続で。幼稚園、小中高、大人になった女の子が通って、それがそのショールームにもうすごい鮮明に映ってるんですよ、めっちゃ鮮明に。で「やばい」って言って、すごいパニックになって、どうしようどうしようどうしようって
なんかもうこの部屋自体に入りたくなくなって、ショールームももうテンパりすぎて焦りすぎて「ごめんなさい、男女用も次着るんちゃうんですけど、ごめんなさい」って言って、配信すぐ終了して親に助けを求めに行って、私の父が見てくれたんですけど、なんかそこから見てくれた時からお父さんの様子がおかしくなって、襖押し入れを見てくれた時からおかしくなって、今までとちょっと違う感じになっちゃって、違う、嘘だ、見に行ってくれたんですよ、押し入れの中を。で、そしたら私の部屋からリビングに帰ってきてくれた時に、全然何もなかったよ、大丈夫だったよって言ってきてくれたんですよ。で、そうかな、まあよかったって思ったんですけど まあよかったって思ったんですけど、まだ上から、私の部屋が2階でリビングが1階だから、なんかよかったって思ったけど、上からまだ物音がするんですよ。もう家族全員リビングにいたのに。そう、なんかドタドタ、まだドタドタっていうか足音がして、で、なんか、まあ足音はたまに、なんか多分歪み、家の歪みとかで聞こえるのがあるから、それかなって思ってたんですけど、そしたらお父さんが、父が さっき降りてきたはずなのに、もう一人降りてきて、怖いね、やばいねっていう言ってきたんですよ。で、もうお父さんが二人立ってるんですよ。で、ってなって、なんでお父さんが二人いるんですかってなって、で、もうどっちかがもうそのお化け、偽物っていうのがすぐ分かって、で、こっちが偽物って分かったんですよ。一番最初に来た方、怖くない、よくなかったよ、大丈夫だってやってた方が、そう、偽物だって分かったんですけど、お父さんがこう、本物のお父さんが降りて、こう来た瞬間に偽物の人がガッて、お父さんを、お風呂場の方に連れてったんですよ。で、私たちは、行けなくて、なんかお風呂場の方まで助けに行けなくて、なんでかわかんないけど夢だから制限されてたのかな、なんか助けに行けなくて、なんかそのまますぐパッと遊園地に行って家族で、なんか瞬間移動したんですよ。で、普通に遊んでたんですけど、お父さんが一人でまたいなくなって、そしたらなんか、まあ、一回いなくなったんですけど、また帰ってきて、3人で帰った、家に帰った後にお父さんに私が呼ばれて、なんか、ね、その時はもう本物のお父さんだって思ってたんですよ。
そう、本物のお父さんだと思ってたんですけど、ちょっとこれ見てよって言われて、このなんか iPad かな、画面見せられた時に本物のお父さんがなんか偽物のお父さんに、その観覧車から突き落とされてたんですよ。それでなんかその映像系が得意なダンスの先生がいて、その人になんかその人が他の人から画像の解析してあげないよ美月ちゃんのって言われてて、でなんか画像の解析、そのショールームの映像を解析してくれようとしたんですけど、でも怖いじゃないですか、自分が呪われそうじゃないですか。だからなんか自分が察して、でも怖いですよねって言って、呪われそうに思っちゃうからって言ったら、そうなんだよって言って、じゃあごめんね、力になりたかったけど画像解析はできないって言われて、そう、そしたらお父さんがそれを受け取って、いやいや先生にはたくさんお世話になりました、本当にありがとうございますって言ってニコニコしてたんですけど、先生が去った後になんか私の方を見て、なんかニコニコってしてたんですよ、先生にこうやって、ありがとうございました、本当にありがとうございますって言って、こういう笑顔してたのに、最後私の方向いて真顔になって、すっごい顔ってやったんですよ。めっちゃ怖かった、ここが。もう本当に泣くかと思った。これで終わりです。めっちゃ怖かった。めっちゃ怖かった。そう、いい月曜日になる配信をしようと言ったのに、昨日怖い話してしまった。めっちゃ怖かった。しかもなんか途中襖がパッて一瞬光ったんですよ、何もしてないのに。パッて一瞬光って、え？ってなったら、なんか、ちょっと、年季がかった襖が明るくなって、色が変わったんですよ、絵の色が。それもめっちゃ怖くて、もう本当に怖かった夢。え、怖すぎて鮮明に覚えてる。え、でも、この部屋に来るのが怖くてだから、この部屋でショールームをすることが怖くて、今も怖い、ちょっと。ショールームしてるけど。守って 本当に怖い。え、そう、ショールーム恐怖症になりそうだった。ショールーム恐怖症っていうか、この部屋も。多分自分の部屋が本当に襖だったら今日朝できてない。ちょっと違ったからできたけど、本当に無理。怖かった。テンションを切り替えて。怖い話を見るさ。見たらさ、なんかないですかね、夢占いみたいな。あきらさん、アイスありがとう。作品化できそう、本当に作品化できそう。お仕事行ってきます、いってらっしゃい。お仕事、なんかね心臓が痛い今。
本当に怖かった。リアリティがありすぎて、だってこの部屋でショールームとか日常にすることなのに、だからリアリティがあって心臓が痛い。しかもなんかバスケで、一昨日バスケしたんですけど、めっちゃ筋肉痛で辛い。きょうちゃん話しきありがとうございます。おはよう。やばいよ、心臓痛い。あー怖かった。あ、ここが痛い、ここの筋、多分こうやって買った時のここの筋が痛い。普段使わないから。南下19号さん、カッペンありがとうございます。怖かった。ほんまに怖かった。ああ。どうしよう。画面がいきなり切り替わったりしたら自分も無理。本当に無理。本当に。怖い怖い。はい。楽しい話。昨日ね、昨日可愛いカバンを買いました。たつきさん花束、シャン君クマありがとうございます。可愛いカバンを買いました。一目惚れです。一目惚れ。あのね、この前はね、このカバンをね、アウトレットで買ったよって言ってたんですけど、そう、これも可愛いんですけどね、ちょっと夏っぽいやつを買いました。これも可愛いんですよね、ちっちゃくて。これよりはちょっとでっかいな。じゃん。まだ開けてないんですけど、かわよさげでしょ。かわいいんです。あー、これはアウトレットじゃない。今から見せるのはまだタグ切ってないや。じゃーん。私が気に入ったのはこのポケットと、このポケットとここの、ここにね、携帯がすっぽり入るんですよ。ほらぴったり。これが気に入りました。そう、ここが好き。これも可愛いんです。これもここだけ、ここと一緒の生地で、あとはこのチェーンって感じ。可愛い。使います。かわいい。いい感じですか。かわいいでしょ。これ持って海とか行きたいですね。お出かけしたい。いってらっしゃい。いってらっしゃい。夏限定。春夏じゃないですか、これ。秋もいけるかな。でも、
素材感が夏って感じ。もうテスト頑張ってください。その今日はだからちょっと精神が不安定。虫かごに使える、使えないよ。やだやだ。あー今日はあ、かわいい。で、そうですね、今日から使おう。服と合わせるの大変そう。確かに。これ着ようと思ったけど似合わない。何にしようかな、洋服。そうそう、精神不安定。みつきさんのために面白い村でよりお願いします。本当に色味が夏に合わない。え、そうかな。そんなことないと思うよ。服基準で身の回りのもの決める。お、おしゃれさんや。白いワンピース、白いワンピース持ってないの。おお、ゾロ目。あ、服ね。さん、誰もありがとうございます。残銀獅子さん、またいってらっしゃい。そう、朝から疲れたよ。変な夢見たから。昨日のサッカーは見てたんですけど、相手のチームが点を入れた瞬間にショックで寝落ちしちゃいまして、そう、そこから見れてなくて、でなんかリビングで私の父と私で見てたんですけど、自分はソファーに寝っ転がって見てたんですよ。そしたらなんかお父さんが起こさずに上上がっちゃって、だから自分はなんかパッて目覚めたら3時で、そう、本物のお父さん、ゴージャバン、ごめん、私が見てると思って起きてた、ごめん。そう、3時になってて、でなんかそこ分かった。それもなんかね、釣りやってた、釣り番組やってた。
そう、予約3時ぐらいに入れた。だから起きてたわけじゃなくて、コールドゲーム？坂本一生さんって誰だろう。昨日コッコのルームで暴れてなかった。そう、コッコのルームでめっちゃコメントしたけど、いつもあれなんかコメントしてから反省するんですよね。初見です。あ、ありがとうございます。ぜひフォローをお願いします。あんちゃん、おはよう。あんちゃんから来た、ありがとうございます。おはよう。今日前髪がすごい寝癖だったので、また抵抗になりました。ダムナさん、小判ありがとうございます。そうなんだよ、コメント全部拾ってもらえるから、あ、申し訳ねえなと思って。コッコのメール取ろうかな。ひでにゃんさん、カッペン、ハッシーさん、アイスありがとう。コメント拾われる達人になりたい。 拾った。私はなんかね、変なコメントが好きです。俺撮ってないよ、今から撮るでしょ。おはよう、もう撮ってる。はみ出てこそう。叩かれたくないよ、達人。 なんか全く関係ないコメントとか好き。今だって小田えりなさんと向井地美音さんと斉藤飛鳥さん撮っててるから、400じゃんじゃん、700円と300、1000円ぐらいですね、毎月毎月。でもコッコ撮ったらトロも撮らなきゃって、なんか使命感に駆られるから、変なコメントは読まないって言ったのに。変なコメントの種類が違う。そう、斉藤飛鳥さん撮ってます。 そうなの。とろみちコッコでひとまとめにしてくれ、300円で。お得パックですね。全然いいけど、私は。マスターカープ見に行く。おお、いってら。グーテンモルケン。とろみちコッコ3人で撮ると楽しい。ほんと？斉藤飛鳥さんの豆の感じ好き。アイドルしててもそんなにメール取ってるのね。アイドルしてない時の方が。してない時は取ってなかったんですけど、してて初めてから撮り始めた。
セリアさん、バラ、ありがとうございます。かわいいよな。みんなかわいい。ゾローか。でもね、STU アプリ、メールアプリでね、撮ってみたかったんですよね。コッコのメールはおしゃれ感がある。メールでおしゃれ感って何？しかもね、今日聞いて、朝起きたらね、なんかね、知らないあざができてた、2個も。あ、3つだ。怖っ。知らないあざが3つも。高校生っぽい、ほんと？わ。おはよう。ああ、バスケでつけたのかな。え、違う。やっぱ違う。シャンくん、バラ、ありがとうございます。でも自分は O 型だから知らぬ間にあざができやすいらしい。あきらさん、だるま、ありがとうございます。しかも知らぬ間にできたあざを、なんか O 型の人はよく触るんですって。何よ、そう、血液型診断みたいなやつに書いてた。大型の方、触る？自分は触る。当たっとるわーって思った。そう。わかるわかる、お風呂で気づく。皆さんは何型？AB 型は部屋が汚いらしい。トロー？ありがとうございます。 B 型はなんだろう。え、 AB の方多い。ほうほう。 AB の方めっちゃ多くないですか？みち AB っぽい。嘘、初めて言われた。 AB っぽい？ A っぽいって言われる。うん、でも A も入ってるんですよね。母が A、 父が O だから。お仕事いってらっしゃい。 F っぽい。 F って何？また俺の親と一緒。おお、そうだから A の血もあるんですよ、実は。いい感じ？
ラッキーアイテムポテチ、時間いってらっしゃい。全国の尾形さんは大型と面白い、でも面白いね、 A 型の尾形ですみたいな。A 型の女と O 型の男は相性いいっていう。じゃあ私の両親は血液型の相性もよく惹かれ合ったんですね。うん、ありがとう。お払い無理無理無理。乃木坂さんだったかな、が清めの水みたいなシュッシュするやつ、あシュッシュするやつさ、乃木中、違う違う、ケアかけかで紹介してたおきよさんみたいな、なんかシュッシュするやつ、あれが欲しいですね。ね、おはよう。持ってる。自分もちょっとねググったけどね、やめた。いや、ネットショッピングがね、やり方がわかんない。ファブリーズか。麦中ですか。いや、ファブリーズを持ち歩くのが大変。あのデカさ。お伊勢さん、そうだ、お伊勢さんだ、清めの。ホテル置いてあるところと置いてないところがありません？なんかファブリーズじゃないところがある。ファブファブ。でもなんかお父さんの部屋にね、お父さんの部屋、ここの部屋ね、よくお父さんが金縛りになってた部屋なんですよ。今私が、私の部屋になってる部屋だから、ひょうたん置いてたり、自分のお父さんそういう、そういうの、なんかそういう信者だから、なんかチビーンって、なんかなんだろう、なんか石で銀のチビーンっていうやつを買ってたので、それ借りようかなと思います。チリーン、ありがとう。肝試し絶対やだ。なんかすごいいいやつ、なんだろう、水晶じゃないけどそんな感じのやつで、なんか銀のこういうチリンチリンってやるやつあるんですよ。調べたら出てくると思う。金縛りになったことない。なんだお化けキャッチャーって、なんだ、お清さん買おうかな。お伊勢さんだった。ミューズさん、花束ありがとうございます。おやすみなさい。びっくりするほどユートピア、びっくりするほどユートピア。
見た。可愛かった。それ消えかけですよ。がっかりしないよ、霊が。霊がいないって。そりゃだって絶対霊はいると思うもん。私は。私はいると思う。見た派ね。微熱まで下がった。おお、よかった。よかった。ひむこ、おはよう。あ、お仕事行ってらっしゃい。皆さんはどうですか？どっちでもいい派。ダメよ。だってさ、お化けになりたいもん。この生涯が終わったら。なりたくないですか？なんで？少しでも長く今村美月でいたい。かなり好きになった。今ね、今の言葉ね。なんでや。そう。お化けになって何するの？今まで、なんかお世話になった方を巡る。巡る。コッコにいたずらしそう。でもコッコ。コッコガリガリだからね。私は100歳まで生きるんですよ。絶対1世紀生きてやるっていう気持ちで生きてるので。2000年生まれだから2100年。100年生きたいなって思ってるから。多分。生きる力が強いと思う。目標があるから。生きる目標があるから。100歳まで生きるぞっていう。そう。2000年生まれなの。驚きですか、2000年生まれ。心配になった。なんで？達成しそうでしょ？家でもそんな話する。するかも。星になってる。清めの塩の作り方。日光浴。
人間臭いメンバー。やだ。全部欲しい。何時頃まで？8時5分。石剣マシンさん、ハート、りょうさん、アイス、ありがとう。みちは人間じゃなくて神。神。何になりたいだろう、自分は。おはよう。りょうさん、カッペン、ありがとう。りょうさん、花束ありがとう。32度、暑いね。おはよう。タニリップさん、まら、ありがとうございます。史上初の100歳アイドル。おはよう。ありがとう。こぼりんさん。俺は神様が欲しい。うまい。うまい。座布団3枚。何になりたいだろうな。マキさん、ハートありがとうございます。今日はコッコに会うよ。嬉しい。最近暑いね。ね。菜食兼備。全然ですよ。そんなにできてもいないのに、できるできるって感じに思われて、でなんかそんな飛び抜けた特技もないから大変なんですけど、大変だよ。待って、夜配信できるっけ。あ、夜配信できます、できます。ありがとう。そう、ガツンと飛び抜けた、なんかなんだろう、特技っていうか才能っていうか
があったらいいんですけどね。そう、未知はできるからって言われるのがねえ。でこで瓦割り。いや、書道もうまくないんです、そんなに。そう。顔可愛くないよ。できる風キャラ 風がしんどい。そう、嬉しい 自信持って。ショールームおもろくできる。面白いですか？ショールーム。歌好きありがとう。でも歌うまい子 ST いっぱいいるからね。ヤッホー。面白い。優しい。まあ優しいのは確かに優しいかもしれん。今日5分までやります。5分まで。目玉焼き頭にのっけ。そう。中心メンバーじゃないよ、全然。本当に。なんか、今村美月ってさ、検索 しようとしたらさ、次に出てくるやつが欲しいですよね。なんだろう。おしゃれな帽子に見えなくもない。あ、ちーたるさん、ハートありがとうございます。宇宙飛行士。蜘蛛の13さん、花束ありがとうございます。今起きた、おはよう。ありちゃんみたい今日。変 変、確かに変かも。よく変人って言われるけど。今おでこで卵焼き焼いてます。ジュー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 。
ってらっしゃい。だから変なコメント読む。何が？おでこで焼けるやん。ジュージュ。そう。気づいてないと思うけど、おでこに目玉焼きのってる。嘘。卵焼き。ついてる。嘘。ついてないよ。これは食品サンプル屋さんです。皆さんに朝食の時間ですよというお知らせをしております。これで。すごいでしょ。食品サンプルってすごいんですよ。飯テロ、そう。芋めのみつきって言ったらショールームも出てくるんですか？ショールーム頑張ったからかな。これ500円で買いました。目玉焼き、今村美月。なんで出てほしいだろう。なんで出てほしいですか。今村美月。なんちゃら。してないって。あ、いってらっしゃい。芸人。卵かわいいでしょ。歌うまい。いやいや。美人、常磐二頭筋。カラオケ、確かに。寝落ち。し。100、なんだろ、100って。あ、4分。それでは壇上を読んでいきたいと思います。はよ。13位、如月かおるさん。12位、ライザンさん。おんちゃん。11位、アモズさん。10位、ヒョウさん。9位、ソウさん。8位、りょうにょさん。おんちゃん。7位、まきさん。6位、あ、13位、たけとさん。12位、こんぼりんさん。11位、ライザンさん。おんちゃん。10位、あもずさん。9位、ひょうさん。8位、そうさん。7位、りょうにゃさん。おんちゃん。6位、まきさん。5位、たにりっぷさん。
4位ジムヘンソン神吉さん。3位ダムドさん。今日顔丸いな。2位アキラさん。そして1位はドゥルルルルルじゃん、マサトさん。じゃあ宣伝を交えて聞きたで。宣伝したかったけど顔が、はい、ネギ結構長い期間やってますよ。やってみてください。一人でもできるけど一人じゃない方が楽しいかも。はい、ありがとうございました。イエイ。それでは今日も一日お仕事、学校、勉強、部活、バイト、いろいろと頑張っていきましょう。Have a nice day。 いってらっしゃい学校。それでは、ありがとうございました。朝から。頑張れー！今日も一日ー、バイトルー！ありがとうございましたー。ありがとろー。バイチラポー。ナイスとミーチュー。バイバーイ。ありがとうございました。バイバーイ。